アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。さあ、オープニングファイトは60kgファイトです。黒いトランクス松野勇樹、対する白いトランクス、相手の蹴りをガードしました鈴木雄三です。右の縦蹴り一つ見せます。パンチから右アッパー、赤いグローブが松野。さあ、リング中央を共に譲らんとしているようです。さあ、解説の中村匠さん、はい、鈴木がですね、ここまでプロに上がってから2戦2勝1 KO 勝利となっています。そうですね、しかもすごくこのクラッシュのルールに適応したところを見せているので、はい、空手出身の選手なんですけども、まあ、期待される試合ぶりを見せてますよね。そうですね、はい、なんといっても極真会館、2009年の全世界ウェイト制軽量級優勝者、そして全日本ウェイト制は4連覇。これ本当にこれの実績を聞くだけでも、まあ、期待せざるをないというか。いや、そうですよね、はい、輝かしい勲章を引っ提げて、この K-1 ルールのクラッシュでの戦いです。さあ、松野には今組みついてはいけないという早め早めの注意がありましたね。そうですね、クラッシュ、まあ、K-1 ルールでは組みつきは禁止されているので。そんな中で松野、まず手数、そしてスタミナ、タフですよね。そうですね、松野選手の持ち味はやっぱり前に出る圧力と、まあ、細かい手数とスタミナだと思うので、まあ、それをこの空手出身のフィジカルが強い鈴木選手相手にどれだけ出せるのかっていうのが、はい、この試合のキーポイントになりそうな気がしますね。そうですね、はい、外からの右、さらに左はボディへ、相手の左側に鈴木が回っていこうとします。強いミドルキック。ただ序盤の組みつくと、今も少し組みつく場面があったんですけど、はい、そういうところを見るとやっぱり鈴木選手の圧力がかなり松野選手から見てもきついんじゃないかっていうような感じがしますね、はい、そのようですね、はい、そして中段の蹴り、ミドルキックも的確に腹部を捉えています。左のパンチ、顔面とボディダブルで放つことができます。白いトランクス鈴木に対しては2段構えの膝、松野ガードを高くします。ここもボディ、この左ボディは結構序盤から入ってますね。いや、いいですね、はい、そして軸足を払っていきました。これがプロ3戦目鈴木です。前に出てくる、だいぶ距離が近い。いや、ダブルで打ちます。こういう足を止めた時の押し合いのような展開はやっぱ空手の選手は強いですからね。そうですね、はい、そうした戦いを今まで下地としてきたわけですよね。さらに左膝もある。松野のガード、そこから反撃はいかがですか。しっかりガードもしてますし、松野選手もこの近い距離のアッパーとか、はい、近距離の飛び膝とか得意なんで、はい、お互い似たような距離で打ち合った展開でしたね。なるほど、はい、第1ラウンド終了です。さあ、対する松野の方はこれがプロ10戦目、6勝を挙げています。さあ、3ラウンド制の中の2ラウンド目、白いトランクス鈴木が変わらず、あ、ボディ打ちですね。これがいい圧力をかけてきます。ただ松野選手も左ボディに対して左の顔面のフック返してますからね、はい、これは鈴木選手はしっかりガードしておかないともらっちゃいますね。ちょっと顔面が膨張してきていますね、はい、ストレートパンチ、ミニアッパーで松野、黒いトランクスです。ここまで9戦して6勝1 KO 勝利。右ミドルキック、肘でガードしたか、回って鈴木右アッパーです。さあ、このラウンドからいかに両者ともチャージしてくるかですよね、はい、そうですね、松野選手はこのラウンドはかなり圧力かけて前に出てますね。そうですね、先手を取ろうとしているようです、はい、さらにアッパーがあります。
こういうタイプの選手とやった時には、まあ、コンクラベみたいな試合になることが多いですからね。これは鈴木にとっては大切なネクストステージでの戦いですよね、はい、近くなってくる、入ってくる松野、リーチとコンパスでは松野上を行っています。それを生かすようなストレートパンチ、逆にフックとアッパーは青いグローブの鈴木です。ここは鈴木が出てきた、さらに膝へもつなげていきます。これ接近するとどうでしょう、はい、鈴木の方ですか。でも互角じゃないですかね。互角、はい、あそして鈴木鼻血もありますか、はい、松野選手のパンチが結構細かく当たっているので、はい、鈴木選手ガード固めてるんですけどね、その間を縫うようにちょっとずつ当たってますよね。やっぱりあの手数の多さというのは脅威ですね、はい、そして松野といえばとにかく後半に強いという印象もあります、はい、試合を最後まで諦めないで粘り強く戦う試合もクラッシュで何回もやってますからね、そこに鈴木が膝、鼻を少し気にした、青コーナーを痩せにはしません、回って左インロー、右膝は松野、さらに右のミドルキックから右アッパー、右フックを返した鈴木、残り40秒を切っています。第2ラウンド、今ここで下がってはいけないんでしょうね、はい、そうですね、ここで鈴木選手も渡選手もどっちか前に出るかですよね、主導権は渡さないと。松の飛び膝、さらに右アッパー、もう一発、この右アッパー今日いいですね。いやこれはうるさいんじゃないですか、はい、あのうまく鈴木選手のサイドに出て右アッパー打ってるので、逆に鈴木選手の左の膝ですよね。そうですね、はい、右の膝は松野、おほとんど今ジャンピングハイキックのようになりましたけれども、これは松野が見切って距離を取った。第2ラウンド終了です。ラウンド3ラスン、青いグローブ鈴木対赤いグローブ松野、ラストラウンドです。最後の3分、2ラウンド目やや波に乗ったのは黒いトランクスの松野の方でした。この圧力の掛け合い、それは変わりませんね、はい、まあ、鈴木選手はその中でもあの今みたいな左のミドル、ここ蹴りが出てくればまたペースは変わると思うんですけどね。そうですね、はい、足技で何とかしたい、はい、ちょっと似たような展開になりすぎてるんで、ちょっとペースを変えるっていう意味でも鈴木選手はもっと蹴りを使ってもいいかなと思うんですけどね、はい、松野がこの展開になるとやや読み勝ちというところですね、はい、ここまで。そうですね、松野選手のゲームになりつつあるような印象はありますよね、そうですね。いやキャリアはまだ2人ともニューカマーと言えるんですけれども、鈴木がこれが3戦目、松野が10戦目、右アッパーから左フック、左フックを鈴木が返します。この至近距離、はい、やっぱりこれが焦点なんでしょう。そうですね、ここでどっちが先に手を出すか、これで押し負けないか、本当なんか根性比べというか、なんか意地と意地がぶつかっているような試合になってますね。ほぼ頭をつけてくるような鈴木に対して、ハイキックは松野、下段の蹴りは鈴木、まもなく残り半分になろうとしています。左膝、これはいい鈴木、右左細かいパンチで詰めてくる松野。結構鈴木選手の左の膝と1ラウンドのボディで松野選手効いてるかなと思ったんですけど、はいはい、下がらないですね。そうですね、はい、あ今も決してロープを背にすることはありませんね、はい、打たれたことを、いや完全にリカバリーするように前に出てきます。松野の右、右アッパー、左フックは鈴木、決まった武器をぶつけ合います。左膝、飛び膝、松野、いやなんかお互いやられたらやり返すじゃないですか。 ありますね、はい、意地が前面に出る戦いになっています。 60kg リミットの接戦です。押して押しての戦いは鈴木、左フック、でも右のパンチ、さらにアッパー、松野、まだ譲りません。残り30秒を切った、まあ、お互いももっと明確な差をつけたいですね。欲しい、はい、接戦のままここまで来てるんで、はい、
延長はありません。この3ラウンドで蹴りがつきます。あと今10秒を切りました。右膝、松野がこの位置のまま戦いを終えるのか、いや鈴木ががむしゃらに拳を振っていく。ここで試合終了です。いや両者ともこの表情、いや出し切ったというふうに見えます ね。本当にお互いのいい部分をぶつけ合って、真っ向勝負したそんな9分間だった気がしますね。そうですね、はい、拳を激しく顔面に当て込んでいった。そして打ち分けもしっかりありました。あとはこれジャッジがどう見るかなんでしょうね。結構微妙な試合だったんでちょっとわからないですね、ジャッジ聞くまでは。さあ判定です。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ豊永29対29、ドロー。一人目ドロー。ジャッジ和田29対29、ドロー。ジャッジのうち30対30、ドロー。お聞きの通り3者とも引き分けとなります。